テスラはもう車の会社ではなくなくろうとしていますここ最近何度も言っていますがイーロン・マスクさんが動かしているのは車という枠を超えた AI とネットワークの巨大な生態系ですその中心にあるのがロボタクシーサイバーキャブ人型ロボットオプティマスそして AWS オン・ウィ e ル s と呼ばれる新しい 放送ですおはようございます。ケンです。この3つはテスラがこれから10年でどう変わっていくかを示す象徴的な存在です。今日はそれぞれの動きが何を意味しているのか、そして僕たちテスラ投資家にどんな未来を示唆しているのか、これを僕なりの視点で深掘りしていきたいと思います。まず最初に結論を言います。テスラはハンドルを捨てようとしていた。でも今、その理想をもう一度現実に 合わせているそしてその現実化の裏でさらに大きな構想 AI による分散ネットワーク社会への布石を打っている。つまり テスラは夢を一歩下げて未来を二歩前に進めたということになります。こちらちょっとねよくわからないかもしれませんが最後まで見てもらうとなるほどと思ってもらえると思いますしこの動きをどう見るのかこれからのテスラを読み解く鍵になってきます。では少し時系列で見ていきましょう。きっかけはテスラのロボタクシーサイバーキャブに関するニュースです。この車はこれまでステアリングもペダルもない完全自動運転車として発表されていました。しかしか最近 テスラの取締役の会長であるロビン・デンホルムさんが驚く発言をしましたもし必要ならサイバーキャブにステアリングホイールとペダルをつけると。 この発言はテスラが理想を修正した瞬間でした背景にはアメリカの規制があります NHTSA のルールではステアリングやペダルのない車を販売できる台数が年間わずか2500台に制限されていますつまり完全自動運転車を大量に売るには法的にはまだ壁があるんですそこでテスラは 量産と普及を優先する現実的な選択をしたんです。しかし、このステアリング復活は単なる抗体ではありません。むしろテスラが次のフェーズに進むための戦略的な調整です。なぜならイーローマスクさんが同時期に語った言葉が全てを物語っています。テスラの自動運転は歴史上どの技術よりも早く広がるだろうと、イーローマスクさんはこう考えています。すでに何百万台というテスラ車に自動運転ハードウェア。 you <laughs> 搭載されているつまり新しい車を作らなくてもソフトウェアのアップデートさえすれば既存の車が一斉に FSD を手に入れられるこれは他のどのメーカーにもできないアプローチです車そのものが後から進化するという発想これこそテスラが他社を圧倒している理由ですではここで少しね視点を変えますバンコオブアメリカの最新レポートによるとテスラ株の目標価格が341ドルから471ドルへと大幅に引き上げられ その理由は明確ですテスラはもはや EV メーカーとしてではなく AI とロボティクスのプラットフォーム企業として評価され始めているからですレポートではテスラの企業価値を構成する要素としてロボタクシーが45% オブィマスが19%、FSD のソフトウェアが17%、エネルギー事業が6%、そして自動車事業はわずか12%と分析されています。この数字が意味するのは、テスラ株の本質は車ではないということになります。市場はすでにテスラを AI 企業として見始めている。そしてその中心にあるのが FSD、ロボタクシー、 オプティバスの3位一体モデルですさらにイーロン・マスクさんは全く新しい構想を語っています AWS on wheels 直訳すれば走るアマゾンクラウドです。イーロンさんの発想はこうです。テスラの各車両には高性能な AI チップが搭載されています。このチップは運転中だけではなく停車中にも使える。もし世界中の数千万台のテスラがアイドリング状態で分散的に AI 演算を行ったらどうなるのか。それはもはや一つの巨大なデータセンターになります。そしてイーロンさんはこの構想を こう表現しました。もしこれが実現すれば、テスラ社全体で1 0 0ギガット級の AI 処理能力を持つことになる。つまり、走るデータセンター。テスラ社が AWS のような分散型クラウドになり、AI の学習、処理、ストレージを世界中で動かすというものになります。 これは単なる FS ではありません。すでにテスラは自社の AI チップ道場を使い、車両から得たデータをリアルタイムで学習させています。道場は1秒あたりの演算能力で世界上位に入る AI スーパーチップです。もし車両が道場と連携して分散処理を担うようになれば、テスラの AI インフラは地球規模のネットワークに進化していきます。他社はまだ EV をどう売るのか、 ここで議論しています。でもテスラは EV を使って AI ネットワークを作れるのか、これを考えている。ここに圧倒的な差があります。さて、この構想以前も出ましたが、久しぶりにこの話題になったなと思っています。僕は正直自分のテスラを売るつもりはありません。なぜなのか。 この AWS の構想があるからです。これは使っていない時にテスラを使って AI の演算をさせるというもの、そしてその収益をもらえるというもの、これはきっとそれ専用の暗号資産が作られるでしょう。そしてそこからの収益になってくると思います。これからの時代、このように暗号資産で収益を支払うというスタイルがどんどん出てくると思います。僕は現に今、テスラのカメラからのデータを売るというテスラオーナーさんならインスタなどの SNS で見かけることもある と思いいまますすがあのプロジェクトもやっていますこのようにテスラは今後持つだけで収益を上げられるようになると思っています。なので古くなって使い物にならなくなるまでテスラは所有し新しいテスラを買っても以前のテスラは 売るのではなくて日本の場合だったらボクシブシェアで運用させる使っていないときはこの aws on wheels を運用するっていうのが現実的になりそうですということになりますちなみにここ最近テスラの中古車両が少なくなってきています僕自身中古の取り扱いをしていますけれども最近車両が減ってきていますこれは日本でも fst が来るかもしれないという期待から自分のテスラを売却する人が減ってきているからなのかもしれませんそれを踏ま 今後テスラのの中古車の価格が上が上ってくるかもしれませんなので中古は今が会話なのかなと思っていますけれどもこのイーロンさんの構想が現実的になるとテスラは買えなくなると思います納車までの日程も伸びるし中古もなくなってしまうそんな未来が来るかもしれません。 はい。では今日の内容にね、戻りますけれども、もう一つ注目すべきは、テスラが現実の社会実装に踏み出しているという事実です。ラスペガス警察が巡回者としてサイバートラックを採用しました。テスラが公的機関の現場に導入されるというのは、 かなり象徴的な出来事です。警察は車を24時間稼働させます。そのため燃料と整備コストが大きな負担になりますが、サイバートラックを導入することで年間で1台当たり約1万ドルのコスト削減が見込まれるようです。電気代は安く整備もシンプル。アイドリングの時の燃料消費もゼロ。そしてテスラ車はブレーキの消耗も少ない。つまり走れば走るほど経済的になる。テスラの技術は理想から現実 のコスト削減に変わりつつあるんですこの公共の利用という動きはテスラが持つ信頼性の証でもありますかつては未来的すぎて現実味がないと言われていたテスラが今や市民の安全を守るために使われているこの変化はテスラのブランド価値を根本から変える可能性がありますそそしてその延長線上に ロボタクシーとオプティマスがある。イーロンマスクさんが言う AI で動く経済圏っていうのは車が動きロボットが働きそしてその背景で AI が学習する。この3層が一つのエコシステムとして回り始めるときテスラのビジネスは完全に別次元の収益構造に移行していきます。この構想が完成すればテスラは単に車を売る企業ではなく AI インフラを運営する プラットフォームになります。つまり走るデバイスが世界中で AI を学習し、その結果が新しいプロダクトに還元されていく。アップルが iPhone で築いた Apple Store モデルをテスラは車で再現しようとしているということになります。しかし、ここで大事なのはスピードではなくて 現実化ですサイバーキャブがステアリングを復活させるかもしれないという事実はテスラが理想だけではなく現実との接点を真剣に考え始めたという証拠です。完全自動運転を一気に実現するのではなく 法規制や社会の受け入れを待ちながら段階的に AI 社会へ進んでいく。これがテスラの新しい現実主義です。では僕たち投資家はこの変化をどう見ればいいのか僕はこう考えます。テスラは確かにかつてのような夢の塊ではなくなったかもしれない。しかし今進んでいるのは夢の実装です。つまり理想を 現実に変えるフェーズに入ったということになりますステアリングの有無は象徴に過ぎません 重要なのはテスラが車をハードウェアの枠から解放し AI ネットワークの一部として再定義し始めたことこれこそが次の10年でテスラを他の全てのメーカーから切り離す原動力になってくるでしょうそしてそうなってくるとテスラの株価の価格っていうのは異次元のものになっていくんじゃないかなと思いますけれども皆さんはどう思いますかテスラはこのまま完全自動運転社会へ突き進むと思いますか それとも人が関与し続ける AI との共生社会を選ぶと思いますかそしてもしサイバーキャブに ステアリングとブレーキがついて一般販売されたらどうですか僕は正直めちゃくちゃ自分専用車として欲しい。皆さんはどうでしょうかぜひ今日の内容も踏まえてコメントで教えていただければと思います。はい。では最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。本日は少し下げて現在460ドルとなっております。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら 高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた 推進です。もし、テスラの購入を検討されているなら、僕は中古をお勧めします。テスラの場合はアップデートするので、去年買おうが、今買おうが、中身は同じです。モデル 3Y、それぞれデザインは変わりましたけれども、基本的な中身は同じです。それを踏まえると、一番のおすすめは、ハードウェア4搭載の中古を買うのがいいと思います。実際にテスラに乗って、テスラの情報を収集していると、購入前に不安だった、 バッテリーの問題。これはもう全くなくなりました。テスラの場合は30万キロ、40万キロは全然走ると思います。それを考えると、 10万キロ以上走っているテスラとかかなりお買い得だと思います。なので新型のデザインじゃないと嫌っていうのがないんだったら僕は中古をお勧めします。毎週中古テスラ情報を見ていますがモデル3に関してはハイランドも当然出てきていますしモデル Y も最近は増えてはきているんですけれども先ほども言いましたが全体としての中古のテスラ車両っていうのが減ってきているっていうのがここ最近の傾向としてあります。もし中古のテスラに興味のある方は 概要欄の僕のサービスの一覧の中から中古テスラ情報の LINE を用意していますので登録されてください。中古テスラ情報を定期的にお届けします。個人だけではなく法人契約も可能です。ぜひ情報だけでも欲しいって方は登録されてみてください。そして今日の本編でも言いましたけれども、ここ最近テスラの中古車が減ってきている感じがしますので、中古を検討されている方は今後価格がどうなるかわかりませんけれども、急いだ方がいいかもしれません。 引き続き中古情報を追っていきたいと思います。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。